ヒメシャラは、ツバキ科夏ツバキ属の落葉香木。夏ツバキに似るが花も葉も小ぶり。和名は誤って、サラジュと伝えられた夏ツバキよりも、小さいことによるもので、サルナメリアアカラギという別名もある。垂直によく伸び、高さ15メートル、強硬直径90センチメートルに達する。若木のうちは、灰色の、細かくザラついた樹皮であるが、成長するに従いこのような樹皮は、 剥がれ、次第に赤葛色のごく薄い樹皮に変わる。この樹皮は細かい臨場に剥がれるが、全体としては明るい赤葛色のツルツルしたものに見え、森林内では一際目立つものである。葉は五星で短い柄があり、長さ5から8センチメートル、葉芯は楕円型から長楕円形、円には低い巨子がある。葉は黄緑色で全体に毛がある。 夏季は7から8月、溶液から一つずつ小さな白い花を咲かせる。秋には紅葉になり、10から11月に農家色食の実ができて種子ができる。神奈川県から和歌山県までの本州太平洋側、四国南部、九州、薬島に分布する日本特産種である。団体上部から温帯域の産地に生育する。バイオニア的な性質を持ち、やや荒れた森林に、 よく出現する。干渉用にもされており、剪定は通例3月に行われる。高温に弱いので、夏は遮光をし、風通しのいい場所に置いた方が適当である。なお寒さには強い。病害中には貝殻虫がよく出るが、通風をよくすれば抑えられる。原産は日本。この木は山で見られる木の中でも特に樹皮がすべすべしているために、 サルスベリと呼ばれることがある。標準和名をサルスベリとする植物は観賞用の樹木であるが、これはミソハギ科で分類学的に全く異なった植物であり、本当のサルスベリが日本の森林内に姿を見せることはない。また、同様の場所に見られる樹木では、両部も大きくなると樹皮がすべすべになり、サルスベリと呼ばれることがあるが、ヒメシャラの方がすべすべ感が強い。 ありがとうございます。